はい、でも秘密家笛亀挑戦8でございます。今回ね、笛亀ラジオ第12回の予定なんですけど、うん、あのダービーの日にアップする予定なんで POG の話をしようと思うんですけど、はい、POG においてまあどの牧場が強いか、ノーザンファーム一強が続くのかって結構大事だと思うんですよ、うん、まあ、ちなみにアイスでも飲みながらなのか、香港の風習ですって、はい、香港ではね、うん、自分勝った馬主が周りにアイスをおごるそうなんで、うん、僕の一口出資馬がこれ撮影の前の週に、うん、あのオルフェーブルの誕生日に初めてオルフェーブル3区が JRA で勝ったんです、うんうん、僕の出資馬が、うんうん、カレンダー見たら、うん、あの2017年が5月14日日曜日だったんですけど、うん、それ以来の、まあ、5月14日がの誕生日が開催日で、うん、エポカドードが、うん、ダービー、皐月賞を勝ったのが2018年ですから、2017年6月以降しかオルフェーブルの3区の JR で出走ないってことは、うんうん、まあ、今回が初と、開催日になるのが、うんうん、まあ、だからそれ勝っても当たり前なんですけど、勝ったら初になるのは当たり前なんですけど、うん、あの勝ちました、オルフェーブルの子が。おめでとう。うなぎでよかったんだけどちょっとゼロ一つどころじゃ効かないじゃないですか。50倍ぐらい値段違います。あ、40倍か、値段違いますよ。うなぎでよかったけど40倍はきついな。オークス、はい、なんだっけ、ビクトリアマイルも当たったらしいし、うなぎでよかったけど、まあ、ビクトリアマイルが当たったからこれがまだこうやってアイス配れてるって話でどうにか、はい、すごくもうちょっとぶっちゃけて言うと、うん、まだその勝ち馬の賞金はまだ来てないですからね、手元に、うん、うんうん、うん、まあ、来てないわけなのでそうなんですけど、まあそんなわけで、うん、まあ施設更新したところとか牝馬入れ替えたところが、うん、いきなり活躍するっていう例が枚挙にいとまがないっていうか、例えばディープスカイの母アビもそうやって新しく導入して、これ代替わりかなんかなんですよね、この辺の繁殖牝馬を代替わりするからって買ってきて、気合が入っているから代替わりの買ってきたいい繁殖牝馬、うん、ってのは走るみたいな、日高の方の狙う条件なのかなみたいな。まあなんかちょっとわかるよね。なので、うん、結構新しいことをやってくる、うん、他の牧場がそれで結果を出して、そこからこうぐるぐると回るモチベーションで今後巻き返してくるんじゃないか、ノーザン一強がそこまで続かないんじゃないかっていう。ああそう、はい、そのノーザン一強っていうと、じゃあどこが寄せてくる。ちなみに今年はね、下神戸が、うん、あの販路のこうウッドチップ化したりして負荷上げるような販路に切り替えてって話が確か、競馬王のには出てました。うーん、うん、それでいいの、もうそれだけすれば結構それは効果出そうな対策なの。まあまあ、僕の締めは最終的にはノーザンで固めるんですけど6月のノーザン、あ、そうなので上位は固めるんですけど、下位を、うん、で他の牧場を拾っていくとすれば、うん、まあ引き続き社大ファーム、あとは販路、うん、の効果が今年はいまいちだったけどダーレー、うん、でダーレーはどれぐらい今本気なの日本において。まあ、そこがだから問題になってくるんですよね。あくまでこう海外支社だっていう。ダーレーって本国の方もまだ競馬にこう熱いの、ちょっと飽きてきてんの。どうなんですかね、やっぱり代替わりが近づいてくると厳しいっすよね。あ、そう、やっぱそうなんだね、はい、ほら特に今年なんかそうだったけど、そのドバイなんか日本馬旋風なわけじゃない、はいはいはい、それは日本馬のレベルも上がってるか分かんないけど、そのダーレがちょっとやる気なくなってきてんのかなみたいな。多分そういうのあると思います。まあ、あそこ多分代替わったってちょっと力落ちてるんですよね。ああ、そうなんだ。競馬って意味では。まあ、その代替わりの中で、また競馬に熱心な力持った人がポジションにつけば、また競馬に力入れるかもしれないし、みたいな感じは。まあ、そんな感じだと思います。まあ、日本の馬主だって、代が変わったから辞めるみたいなのは。多いもんね。多いですよ。うん。
アグネス、マチカネ、皮脂はもう続けてますけど、代が変わったところで続いてるかって、アドマイヤ続けたのは驚きましたけどね。あれって誰なの？5歳さんなの？それとも、ま、子供とかなの？3人目の嫁です。あ、じゃあ5歳さんが続けてることなんだ。はい、5歳の人は、その、特権というかさ、その、財産的な、その、簡易話じゃなくて、本格話になれるほどの、財力の持ち主なの。まあ、なんとですね、近藤リーチの遺産を相続してるんで大丈夫だと思います。純子さんだっけ？そうですね、純子さん。そうなんだ。それだけでいいの、話になれるんだ。はい、はい、まあ、言うたら、アドマイヤの、その、名義が純子さんになったんですけど、うん、確かアドマイヤマーズで、マイルチャンピオンとか、香港勝った時は純子さん出てきてきたんですけど、うん、その前の、NHK マイル勝った時に表彰台に上がった嫁さんの名前が純子さんじゃなかったんですよ。2番目の。A 子さんでもなかったんですよ。なんだろう。まあ、間の方はもうあれなんで、彩香さんとかっていう形で、だから3番目って言ったんですけど、あれ続けましたよね。そう、だから俺なんかは逆で、2年前か、去年か2年前の POG で、もうラストアドマイヤだと思って撮った俺のあれは1枠何の意味もなかったじゃんっていうことじゃん。まあでもやっぱリーチのキャラあってこそですから、実質ラストアドマイヤだと思いますよ。で、実質ラストアドマイヤだと思ったら大塚良一にぶん取られてるっていう、リアードとかあの辺。なるほどね。そうか。でも馬主で狙うんだったらやっぱね、ちょっとあれだったけど、やっぱ藤田さんを。藤田進む。あれ、初年度からいきなり来ましたからね。うん、なんか持ってる馬主感がものすごい出てるんだけど。持ってる馬主じゃなかったらニュージーランドトロフィー勝ってないですよ。丸買いのスプリンターで終わってますよ。普通は、ああいう丸買い連れてきても。ねえ、普通スプリンター、マイル今勝てない時代だからね。はい、そうですよ。教科書にも書いてあるし、教科書にも書いてある。もうああいうのは馬券で消して、うん、2番人気ぐらいで飛んでくれると配当が跳ね上がって美味しいねっていう、20年前からの真理だったはずですよ、あんなの。、うん、もうだからね、藤田さんの馬はちょっと気になるなってところで、うん、藤田さんが、うん、2億で落札してて、バラ品系の馬がいるんですけど、うちのこの POG グループのバラ好きに3位まで待ってやるって、今から LINE 送りますわ。じゃあ4位以降に転がってたら、1位が抽選ですよね。で2位が下からで3位が上からだから、そうですね、僕が取るとしたら4位ですね。でも3位はね、いやその辺はあれなんじゃないの、1位抽選で多分2位は下からでしょ、はい、で3位奇数は抽選でいいんじゃない？そこはお任せしますが、いいって言えば、だってせっかく抽選できるんじゃ、抽選の方が面白いじゃん。で下は偶数はやっぱ会が、はいはい、会が辛い思いをした分優先させてもいいかなって思うけど、奇数の上位はそこ、せっかく抽選できるんじゃ、はい、抽選でもいいかなって。じゃあ俺はもうどの馬のことかも何も言わずに3位まで待ってやるだけ一言一応送って、でも転がってたら本当に取るの？それともそう言って3位までに お荷物をつかませようと。いや、リアルに狙えそうな気がするんですよ。だからその藤田進の馬主力といい、持ってる馬主が、はい、そこそこあれですし、2億まで競り上がったってことは誰か知らんけど、アンダービッターが2億出してもいい、2億ぐらい出してもいいと思ったってことですから、なんだかんだで、狙える出来にあることは事実だと思うんですよ。あの決闘で2億まで競り上がるんだったら。ディープインパクト3区の3億はほぼ一声なんで、あれはディープの最後の子買いたいですってだけの 手上げなんで、あれですけど。なのでね、3位まで待ってやるって。まあ、ルール上4位まで待つ形と同じになるかもしれん。じゃあ、俺的には、その馬主
から見る POG で言うと、はい、さっきもちょっと聞いたそのキーファーズのインゼル、うん、でどうしようと思ってる。インゼルさんね、自分のところの、うん、あの2代目自分が買ってきた馬たちの3区が、うん、こう繁殖入れて予託料払ってきたけれども多分処理に困ったと思うんですよ、うんうん、要は自分で持つにしてもなっていう、うん、であのセールでも買いたいと、うん、まだでその上でまあジャパンとか買って武豊を乗せるためにいろいろ買ってきたりしたつながりで、うん、あのクールモアともつながりができたという中で、うん、適当にクラブでっち上げたんですけど、うん、クールモアの馬たちもね品系弱いんですよね、うん、あのノーザンファームがの馬たちで言えば、うん、ああいう、こうきらびやかな牧場の中でまあ社代オーナーズ地方とかっていうような感じのレベル感の知識です、うんうん、あのブラックタイプのかかり方で言えば、うん、でノーザンファームからもう一応庭先とかでも譲ってもらってるけど、うん、でもこれ普通に残しときたい血だったら自前の一口クラブに入れるわけじゃないですかみたいな、うん、値段6000万のハーツがいて確か、うん、これ自クラブだったら5000万1000万乗ってる、まあ、この馬だけはその5000万、まあ、ハーツの通常の出来あんのかな、でそれ以外の安い馬っていうのは、うん、出来がないからこの値段でいいんですよね、うん、出来があったら5000万で自クラブじゃないですかみたいな、うん、そんな気がしてます。だから全体的に1頭2頭の目玉を除いて、うん、まあ基本的にまだそういう処理様子見みたいな感じ、キーファーズさんの処理枠なのかなっていう気がぶっちゃけしてます。これあの POG の動画では一切さすがに直接的な表現できないここで本音言っときますけど、なるほどね、分析動画の一本一本で、うん、こんなのキーファーズの処理枠でのクラブでしょみたいなことは言えないですから。うん、なるほどね。ただブラックタイプが特にあのクールモア系の馬っていうのは弱いなって考えると、うん、そういうちょっといまいちこう力が入ってる。でもそこは置いといて、うん、セレクトの馬だって、いるわけでしょ。はい、まあそうですね、うん、そでさっきも言ったけど手動に乗るような馬は、はい、漏れなく武豊が主戦で乗ってくるってことでしょ、はい、だから武豊支援、武豊ファンクラブみたいなもんですね、うん、なるほどね。まあそんな感じで、うん、まあ、あの面白いクラブもできたって言っても、まあ、ちょっとあれですしけど、うん、まあ、ノーザン以外の勢力も出てきそうですし、うん、ノーザンも、まあ、いろいろ面白い話が出てきていろいろ取捨選択が面白そうだって話で。そうだね。具体的な場面は この動画ではあのこの後あとこれが公開された直後ぐらいにドラフトがあるんで一切出し合わずに。でも俺的にはその野田さんは、はい、野田さんが持ってる話なのか持ってない話なのかっていうのは、あ、まあここ切ります。はい、野田さん、あ、野田さんが持ってる話か持ってない話かっていうのは、たまたま今年から俺たちのドラフトはダービー終了後に1位指名っていうふうに初めてなったから、はい、ダービーを見届けた上で持ってる話だったら野田さんの馬行こうかなと。要するに今年ダービー勝ったら活用だったらば来年も連覇する行こうかなって思うし、今年3歳 G1 勝ったし、うん、まあそこの持ってる云々はもう一回もう来年にかけてドラ1でいいのかな。ねベルーガみたいな馬ってそうすると引けない。僕は一応1位候補今野田さんとこで決めてるんで、だからじゃあ逆に負けても勝っても勝ったら持ってる話でいいし、はい、負けたら今年リベンジしてくれよっていう思いでいけるしっていう、はい、2歳 G は持ってもう3歳 G は今年取ったしみたいな感じです。固い意志でいけるわけだよね。俺の場合はもしダノンベルーがダービー勝たなかったら、まあ、1位はないなって思う。あ、
かこの人持ってない方の馬主だったかなっていう。そうですね、僕はまあどっちにしろ上が走ってない馬なんで、うん、あの1位かぶらないとは思うんですけど、ダノンの中で選択しても。あ、じゃあ全然、いいじゃない。一本釣りって思われてる自分の中で、ね、大丈夫だと思います。あの上が走っているとかその辺で選んじゃうと、なんかこう POG の本とかでこう割と早い段階のページ、あ、出てきます。早い段階結局は出てきますダノンの高額馬なんで早い段階で結局は出てきます。まあね、あ、ダノンの高額馬ではあるんで。うーん、そういう意味で言うと里見さんもひょっとすると結局持ってない話に。そうですね、ダイヤモンドも結局ダービー勝ててないわけですからね。川島さんとかいたりするわけだけど、まあ、結局俺らは外から外野で遊ばせてもらって POG だから、まあ何をってダービー勝つか勝たないが俺らの、はい、一番のね、あれだから。そう思うと、あとは一応もうラストに最後もまとめに近くで言うと、うん、あの同級生で、まあ、一応あの POG の第1回だけ参加してくれてる某厩舎、うんうん、面白そうなのも何とか見つけて おいてあります。あ、行こうと思ってんだ。はい。そこは、あれじゃない。よほどのことがない限り、単独枠で。あ、俺でも過去に撮ったことあるけどね。あの、指名したことはあると思うけど、まあ、行かないな。まあ、まあでも厳選して10位1枠ってとこですね。ここ数年、ここ10年で7、8年 POG で下位だから、はい、いいブラフかもしれないけど、まあ、これがはっきりいかないって言ってることは、まあ正直連戦連勝の某 F 氏を止めなきゃいけないんで、だからあの速報で某 F 氏の10頭や、これは絶対やったんで出します。あの晒して潰すみたいな。とりあえず今回の5月の鳥はここの2本っていう予定なんで、うん、この後あの動画編集してくれてる参謀殿と、うん、あのおすすめ の馬、その友人が馬娘やってて、うん、でもギャンブルは嫌だって言って馬券買わねえって言うんで競馬界貢献しろって意味で、うん、あのお前馬娘の出てくるキャラクターの子供を買えという、うん、一口話おすすめクラブ、うん、あの一クラブピックアップしておすすめしまくってるっていう、うん、気違いな動画が今後上がる、来週上がるんで、ただ進めるっていう、はい、はい、ああ本当、ほらノーザン系だと自分の馬が再度馬娘になる可能性がゼロな上に、あんまり馬娘はハマってんの、やってないです全く。あ、じゃあその、あ、その人がやってて、うん、あ、じゃあ一口でもやったらどう、こういうクラブあるよって言って、うん、あのユニオンオーナーズクラブとかターファイトクラブとか、あの辺の牧場系クラブを勧めるっていう、うん、え、あの辺の馬で馬娘なってる馬いんの？逆にそういうのの馬娘の3区を狙うんだったらそういうクラブに出てきやすいっていう話です。あ、そうなの、はい、へえ、うん、俺も馬娘ほとんど知らないから、要はまあ里のダイヤモンドあたりになってくるとまたあれですけど、うん、それ以外でいうとノーザン系 の、うん、あのノーザンの生産馬がほぼ出てこないんで、ノーザンが馬主系の車代系のクラブが馬主の馬とかほぼ出てこないんで、うん、そうするとまあ今シボバとしてエピファネイアとかその辺のトップクラスが出てこないわけですよ、うんうん、ってことはノーザン系とかの車代系のクラブで買っても、うん、あ、なかなかこう馬娘のファンの方々には知らない馬ばっかりになっちゃうんで、里代ぐらいになっちゃうんで、だったらまあ出資しやすさ考えても日高系のクラブの方がいいんじゃないのって。例えばどんな父のどんな産駒のやつ。そうですね、何がいましたっけ、馬娘のキャラ。だから俺見てないです。ゴールドシップ。あ、ああ、ゴールドシップだったらウィンス進めとけって話なんですけど。ああそうなんだね、まあ、そんな感じで狙っていける、あの話を進めた結果っていう、うん、はい、だって馬娘のファンがあの博打としてやりたくない、ギャンブルっていうものが嫌いだっていうんであれば、うん、やっぱりあのそうやって自分が思い入れのある
思い出って言っても実物も見たことないくせにねあの思い出があるっていう血統の、うん、あの馬の、うん、こうにリアルで関わってそのかかる餌代なり何なりの、うん何百分の一でも、うん、リアルに自分でこう負担するっていうのは一つこう競馬にコミットする方法じゃないのっていう話をしてます。すげえ全然根拠ないけどすごいあれなんだね、はい、それなんとかこうじりじり押し込んでいってるの、押し込んでいってあのハイテンションで無駄に喋ってるっていう、あもうほぼこれで喋っちゃったようなもんだけど、まあそんな感じで、あなるほど、ね、来週もやっていきます。あそれは買うまで続けてもらいたい、はいまあ、それとあとダービー来週にするから、それともまあちょっとねピンでダービーのその、うん、ダービーっていうのは時代を象徴するって話をこの1個前の動画でしてるんで、うん、来週はダービーの結果を受けての次の時代についてピンでも何でも語ってにするかで、うん、まあそうやってあと6月の頭の1、2本はやろうかなと思ってます。俺ね FC の10頭っていうのは衝撃だと思う。やりたいと思います。 FC の10頭FC の10頭いきましょう。 FC の10頭この枠使うかもしれないしいやあのそんな感じでなんかやっていきたいと思います、ね、本当に。じゃあ今回はこんな感じでありがとうございました。ありがとうございました。